健康体育院の伊藤です。今日は正しい歩き方を皆さんにご紹介いたします。お手伝いいただくのは公民館の高林さんです。どうぞよろしくお願いいたします。最近新型コロナウイルスの関係で、運動不足の方もいらっしゃると思います。今日やる正しい歩き方を、教わってですね、なるべく運動を積極的にしていただきたいと思います。で、幸いなことにウォーキングは、禁止事項になっておりません。ある一定事項の、規則を守っていただければ、よろしいということなので、後でまた、その規則、約束ですね、これをご紹介いたします。それではまず、歩き方ですけれども、大きく3段階に分けております。最初は、上半身の使い方をご紹介します。年齢がいくとですね、どうしてもこう猫背になってしまう。これを矯正するためにどうするかというと、肩甲骨をちょっと寄せます。そうすると、胸が開いて顎が上がります。こういう感じですね。肩甲骨をこの猫背になったやつをちょっと寄せることによって、顎が上がって胸が開くと、非常に体幹が良くなります。その次に腕ですね。腕は90度、大体90度ぐらい保ちます。で、肘と体の間にボール一つ分ぐらい、テニスボール一つ分ぐらい開けます。拳一つっていうかね、テニスボール一つ、これは開けますね。で、これで腕を、振るというよりは肘を引くというこういう感じです。これで上半身は、完成です。もう一回、言いますと、肩甲骨を寄せる。で、腕は90度で、肘と体の間にボール一つで、肘を引くと、こういう感じですね。上半身はこういう感じで動きます。これが第一段階。第二段階なんですけれども、足の使い方です。足の蹴り方と足のほぎ方。まず足の運び方ですけれども、足の蹴り方、つま先で蹴る人もいますけれども、一番いいのは指の付け根、根っこですね、ここで持っていきます。蹴ります。蹴るというよりも、押すという感じですね。押すという感じ。であまりつま先だけで歩くと、指が爪が死んだり黒くなったりします。ですから指の付け根で、着地するときは、かかとで着地します。ですね、このかかとで着地します。で、ちょっと模型で説明しますけれども、歩くときにここで蹴るんじゃなくて、この青いところですね、指の付け根、これで押すような感じで歩きます。実際歩いてみると、はい、こういう感じですね。腕をつけると90度にしてこういう感じで歩きます。で、ただし膝の痛い人いらっしゃると思うんですけれども、その場合には、足裏全体で着地します。なぜかというと、足裏全体で着地すると膝が出ます。ですから膝に負担があまりかからない。ですから膝の痛い人は足裏全体で着地してください。こういう感じですね。痛くない人はかかとで着地する。これが第二段階です。この3番目、最後です。第3段階、どうしてもですね、
年齢重ねていくと、足の可動領域が少なくなります。ちょこ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 歩いてですね、 ね、これを防ぐにはどうしたらいいかというと、一つは、足の蹴り足、蹴り足を曲げたままではなくて最後まで伸ばします。ピンと最後まで伸ばす。そうすると幅が広がります。でなおかつ、なおかつ、歩幅が狭いというのを意識して少し自分で拳一つぐらい足を伸ばします。このぐらいですね、意識して伸ばす。ですから、復習しますと足を全部最後まで、蹴り足を伸ばすということ、ピントですね、伸ばすということと意識して、前足を前に持っていく、この2つをやると歩幅が広がります。これで、正しい歩き方すべてです。ぜひ今の、説明したことを守って正しい歩き方を覚えて、ぜひ実践してみてください。で、歩き方は以上です。で、最後にですね、歩き方、外を歩くことがあると思うんですけれども、その場合には、一応3つですね、守る規則、お約束なんですけれども、まずマスクをつけて歩きます。で、2つ目、これから暑くなりますから、水分補給、なるべくこまめに水分補給をするということ。で、3つ目、複数の人数で歩くことがあると思うんですけれども、その場合には、一人一人の間隔を2メーター以上空けて歩くということをぜひ守ってください。で、ウォーキングとしてはですね、ウォーキングの効果としては、メタボが解消だとかですね、あと基礎代謝の向上、あと体幹がしっかりしている、いろんないい効果がありますので、ぜひウォーキングライフを楽しんでください。以上です。どうもありがとうございました。